今日はですね、ところどころ、ビューポイントを撮影します。本当に一気に夏山になった乗鞍岳です。爽やかです。いつもの風景のつづら折りですね。4号カーブの残雪はまだ4メーターぐらい残っております。4号カーブの回廊です。だいたい4、5メーターですね。接近して撮りますとこんな感じになります。4号カーブ越えたところですが、ご覧のようにですね、穂高連峰が見えております。今ここ5号カーブですが、宝徳霊神のバス停のそばです。今シャトルバスがですね、ご覧のように止まっております。今ここはですね、6号カーブ付近です。暗いがら山荘周辺の風景です。今日はですね、本当サイクリストの方がですね、多く上がってきております。暗いがら山荘ですね。そこから見える乗鞍岳を撮影しております。このように見えます。何度も言ってますが、本当に夏山になりました。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。